ဆိုတဲ့ချင်ရကာရိုကီနဲ့လည်းမရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းချင်းဆိုပါမယ်လို့ပြုစီမှာပါတဲ့ဒီတိုင်းချင်းဆိုပါမယ်ကာရိုကီနဲ့ဒီတိုင်းချင်းでソロで歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
さん、三村は、こんにちは。私たちは国際青少年連合と申します。で、今日私たちの活動を支援していただいているミャンマーの方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の関係でこの、国際交流ということでですね、私たちの活動ですとか、それから私たちが ワールドキャンプのチラシが届いたかと思うんですけども、ワールドキャンプのチラシが、このキャンプをやる予定になっています。交通情報通信の革命により先進国の要求に沿って世界の地球規模化は急速に広がっています。平和と繁栄、希望のグローバル化ではなく苦痛と絶望を伴うグローバル化を望む人はいないことでしょう。人類共通の幸せと発展のために個人と国は利己主義を捨てて既存の考え方を変えていくべきです。世界を光に変えるための大胆な挑戦、苦しみも喜びも共に分かち合い支え合おうとする連合精神、世界の新たな飛躍を追求する変化、まさに挑戦、連合、変化をモットーに未来の主役となる青少年たちを導く団体 IYF が始まりました。世界70カ国に派遣され1年間現地の人々のために奉仕するグッドニュースコア海外ボランティアプログラムは IYF の花です。彼らは大都市の中で多くの人に囲まれながらも阻害され孤独に生きる人々のもとへ向かいます。またアフリカやインドの奥地でも貧困に疲れ果てた人々と一緒に空腹や風土病と戦います。苦楽を共にしながら心から生まれる感謝と愛を学びます。何かを与えるためにグッドニュースコアプログラムに参加した多くの学生たちはむしろ大切なものを得て帰りました。他人のために生きるという貴重な経験を手に入れます。仲間のために自分が損をし代わりに苦労すること、命までも尽くすその心は直接体験による素晴らしいものです。グローバル化される世界に生きる今の若者が必ず学ぶべき生きた教訓なのです。グッドニュースコア海外ボランティアのメンバーは帰国後全国を巡回しながら帰国発表会を開きます。若さを捧げて彼らの心をつかみたい、心を分かち合うことを学んで帰りました。ダンスや劇などさまざまなジャンルのパフォーマンスを通して全身全霊を尽くし派遣国での体験と心を表現します。教育関係者はもちろんのこと、ご両親や若者たちも発表会を通して彼らの経験を共有し感動を受けます。帰国発表会は世界中の人々の心を伝えることのできる価値あふれる場となっているのです。青少年たちの大イベント IYF ワールドキャンプ、韓国から始まったこのキャンプは今世界各国で開かれるようになりました。2007年メキシコ、2008年ペルー、ガーナ、ケニア、2009年は15カ国で、
2010年は約30カ国でワールドキャンプが催されました。青少年問題はどの国も共通に抱えている関心事であるだけ、多くの国が国家レベルでワールドキャンプを支持し開催を申し込んでいます。キャンプでは聖書セミナー、世界文化公演、分野別クラブ活動、マラソンなど様々なプログラムによって推進されます。学生たちは心身ともに強くなり、特にホームステイを通した家庭文化体験はキャンプの欠かせない魅力の一つです。ワールドキャンプはこれまで多くの青少年たちを変化に導きました。マフィア、犯罪組織、麻薬やゲーム中毒など多くの問題を抱えていた青少年たちが明るく綺麗で自主的な若者に生まれ変わりつつあります。ワールドキャンプのキーワードは心の交流なのです。グローバル化する時代に応じた人材養成もまた IYF の強い関心事だと言えるでしょう。 IYF は世界公用語である英語を学生たちが勉強にとどまることなく流暢に使いこなせるよう、英語スピーチ大会、英語キャンプ、さらに英語村を運営しています。大学部、高等部、中等部に分かれて開催される IYF 英語スピーチ大会は名実ともに国内最高の権威を誇っています。国会議長賞を目指して発表者たちは善意の戦いを繰り広げ、多くの聴衆を前に自分の意見を打ち上げることで発表能力と自信を身につけます。音楽家を招待して開かれる IYF アーティストコンサートは毎年音楽関係者たちから大絶賛を受けています。音楽は青少年たちの心を和らげ情緒を豊かにします。世界的な音楽家によるクラシック名曲の演奏合唱は乾ききった現代の人々の心を癒し潤せました。グラシアス合唱団のクリスマスカンタータも聴く者に幸せと喜びを運びます。また毎年恒例の警察機動隊招待公演や軍部隊での慰問公演は彼らに大きな力と慰めを与えています。影のない明るい社会を夢見る IYF は世界各地で起きている問題を共に分かち合おうとしています。2008年に始まったグッドニュース海外医療奉仕活動、7人の医療人が医療の恩恵を受けられないアフリカ諸国を巡回しながらボランティア活動を行いました。小さな助けが現地の人々の生活を大きく変えられる力になるのを感じた彼らは新たなボランティア志願者を募集し、2009年には100人余りの医療人がアフリカの地に足を踏み入れました。支援が拡大して医薬品や医療機器、簡易手術台が充実し幅広い診療が可能になりました。痛みが心を尽くすことで喜びへと変わる、それがまさに奉仕活動であることを IYF のメンバーはよく知っています。国際規模の行事に IYF は通訳や講演などの支援活動を行ってきました。2009インチョン世界都市祝典、2008釜山世界社会体育大会、2007ヨス国際青少年祝祭、2005釜山エイペック、2002年のワールドカップに至るまで、英語やスペイン語はもちろんのこと、ポルトガル語やポーランド語など多くの言語通訳を支援し、議典と講演による大会での活躍が認められ、数回にわたり功労賞を受賞しました。このように IYF は社会各分野で自発的にボランティア活動を続け、世界各国の政府や機関、メディアから大きな注目を浴びています。2005年オーストラリアのウーロンゴン市をはじめとして、2008年オーストリア勤労青年連盟と協力調印式を結び交流を続けています。それだけでなく、2009年パラグアイアメリカナ大学やペルーのリマ市とも協力調印式を持ち、持続的な交流を約束しました。IYF は2008保健福祉家族部長官賞、
2008ソウル警察省庁感謝状を受賞し、IYF 代表顧問であるパク・オクス牧師は、韓国日報による2005新韓国人大賞と韓国言論人フォーラムの2005社会貢献大賞を受賞しました。結成されてわずか10年で、IYF は国際平和交流に貢献するとともに、キリスト教の精神をもとに教育界にも明確な足跡を残しました。 IYF の付属機関である林間学校は公教育の限界を超えた新たな教育カリキュラムを切り開き、アメリカとアフリカ諸国に設立されたマハナイム大学は影響力ある次世代の人材を養成しています。これからの IYF は全世界に変化の波を巻き起こし、経済危機や環境問題などにより闇が深まる地球村の夜空に希望の光を輝かせることでしょう。 IYF は幸せな世界を実現し、一人一人に喜びと希望を運びます。それでは今からですね、この IYF の活動の一環である留学生たちが、今日本に、20名近く来ております。その中で、今日はですね、新しい、また留学生たちも来ました。で、今日、南米の踊りでブエロというものをご紹介いたします。で、このブエロというのはワシがですね、ワシって鳥がありますけど、大きなワシが、巣立ちをする時の場面を表した踊りです。